砲弾のようなものが見つかったのは、札幌市豊平区平岸2条3丁目の3階建てのアパートです。午後8時前、警察官がアパートを訪れたところ、長さおよそ30センチ、直径10センチほどで、先が細くなった砲弾のようなもの1点が、室内にむき出しの状態で置かれているのを発見しました。砲弾があっただけ聞いてたので、なんか物騒だなと思いました。いやもうびっくりして、何が何だか分かんなかったですね。警察はアパート周辺のおよそ60世帯を避難させ、道路を交通規制しました。自衛隊が調べたところ、砲弾のようなものに中身はなく、危険性はなかったということです。避難は午後10時過ぎに解除されました。